おはようございます。おはようございます。カメラ回してる？おはようございます。回します。ちょっと緊急でカメラ回してますけど、はい。何ってね、やばいわ。名古屋もう何年ぶりにこんな大雪じゃない？そうですね、うん、昔あの台風で、はい、会社の前に水がな泳げるぐらい水が溜まって、で俺泳いで炎上しとったけどまあ今日はちょっとさすがに氷の上でスキーやったら怒られるかな。しまーす、はい、で今日もう営業もさ、でもこれすごいだろ。はい、雪が 前も落としてるから。この車で積もった1cm わかるんちゃうさ。え、車の、あ、車の屋根な。あ、これもすごいじゃん。これ30cmぐらい。ねえだろ。10cmぐらいだろこれね。こっちの状態なの、もうどこに乗り入れるかもわからないな。これね、なかなかもうさ、ないからさ。今日は、結局もう営業は全員休みで、現場も全員休み？あ、現場どう？現場ちょっとワーク中止ばっかでしたね。うん、足場もさすがに今日は中止。あ、そうなんですね。うん、もうロゲンって言って。で、ジムが、まあ一応、全員3人向かっとんだな。はい。で、ミドルに関して出てきたって。歩いてきました。歩いてきたって、しかもまあまあ遠いでな。1時間ぐらいかけました。1時間この雪の中歩いてきたんだろう。はい。いや、これまだだいぶ溶けてきとるけど、こっちとか見て。ほどほど。あ、すごい。やばいぜ。はい。これちょっと今日緊急でさ、動画まあ上げようかなと思って。はい。まあ前回の台風で泳いだやつ、当日上げたら大炎上したけど、もうこのね、はい、今愛知県の人どれぐらいの状況かって。だから俺まあスタッドレス履いとるもんで。はい。今どこ向かってるって言ったら、もう社員が今立ち往生じゃないけど、はい、一宮、あれどっか行くと雇みとかそこら辺です、ね。雇みから今八田まで来れたから、はい、電車で、はい、で今からバスで来るって言ったもんで、ね、迎えに行きますってこっちから。はい、俺らは裏道はしてきるじゃん。そうですね、うん、だけど結局もうバスだと表通りだもんね。もうガチゴミしてんだわ。はい、その状況もちょっと映せればな。これ公園公園公園綺麗。やば、綺麗だな。でも綺麗普通に綺麗です。普通に綺麗な雪景色がやっぱ綺麗だな。確かに。なかなか見よう。ここまでは久々ですね。これはすごいぞ。これすごい盆栽が、もう雪のための盆栽みたいな。なあ、雪が降るの予測しとったかのような盆栽でございます。そうでもない。違った、間違えた今これ。これ大通りだな。はい。あ、ちょっと大通りはもう走れんもんで。あ、その充電してないね。こっちが。マシになりましたよ。あ、マシになりましたね。だいぶ良くなったな。はい。さっきすごかったけどな。はい。でもバス停ブワー人おったじゃん。あ、本当ですか。うん、バス停今10人ぐらい人おったよ。あ、全然いけるな。でもそう病んできたらな。お前昼、なんか今から雪が強くなるからまた。今からもうあの寒さ増すから気をつけてください。テレビ。そう。今日一日は。うん、でも結構降ってる、はい、降っとるっちゃ降っとるけど、なんかでこの、あの昼から夕方にかけての方が危ないみたいです。え、運転はあの溶けた後寒くなって凍ったら一番危ない、うん、あらしいですね。そういうことな。朝より帰りの方が気をつけてください。あ、そういうことな。テレビやってるし。そう、まあ、でもスタッドレスだったらどう大丈夫でしょう。スタッドレスだったら山奥でも走れるんだもんな。スキー場行くのに走って滑らんの。まあそうですね、名古屋ぐらいのあれだったら大丈夫だな。あれがスタートするとしょ。すごいな。完全に、うん、完全に雪景色ですね。完全に雪景色ですよ。結構溶けとんの。俺朝来る時はやばかったけど。買ったのどこにあるの。あ、電話しちゃって。はい、買ったのどこで助けを求めとるで。俺の助けを。お疲れ様です。どこら辺にいる八田の。あ、八田駅にカフェある。ロータリーロータローってなんだってお前。あ、了解です。じゃあロータリー向かいます。動いてるな、この大通りも。でもまあコンドルっちゃコンドル。はい、お願いします。まあ普通じゃないですね。うん、普通じゃないな。これでも八田の通りまで出ちゃうと混むから、どっか一個手前に曲がっていくか、ここ曲がっていくか、そんな通りももう流れてんな。そうですね、港区中川区のあれがあんまり参考にならないかもしれないけど。あんまりいけるな。
公園の木綺麗ですね。綺麗だ。公園やばいじゃん。もう紅葉よりすごいな。あ、確かに。景色が。やっぱなんか雪降ってきたみたいじゃん。ワンセブンの一覧の方の視聴者さんが、うんうん、アイスバーン気をつけてください。アイスバーン、アイスキング。路面上の水分が凍結して起こるアイス、タイヤが滑りやすい。あ、こう凍ってるとかだな、地面が。はい。その難しくないね。凍っとけね。アイスバーンって言うと。アイスバーン。ババーンってなっちゃうけど。いや、そうなっちゃうけど。全然ちょっと一本道入ったぐらいはもう全然いいな。でもな、両サイドにでもここからまた降るか。降るって別に、もう今日一日気をつけてください。雪降ってますよ。こっちの駅の方から行くって言ってたらこんな状態ですよ。道路は速いですね、やっぱり溶けるのが。道路は速いな。なんでやっぱ車が走るのかな。とあとなんか多分溶けやすいようになってるんじゃなかったですか。なんかそう、多分そうだよな。はい、本当なんか巻きながら走った車って言うの。ああ、そういうことね。そうみたいな、なんかいけるじゃないですか。前日までやったんですよ。知恵ないけどと思うじゃん。分かってた。ん、分かってたんですか。ここまでなるって言ってなかったと思うんですけど。いや、なんか俺も今ネットで調べたらなんか積もることは名古屋はないでしょうみたいな感じで書いてた。昼ぐらいから降る予測だったみたいよ。あ、そうなんですか。昼ぐらいからだから日が照ってから降るから多分積もることないんじゃないかみたいな感じで前日のニュースだな。あの一番美人な方ですかね。うん、ちょっと NG だよな。そうです。あ、もしもし、駅で待ってる一番美人な方アルファードです。はい、なんか、うずみじゃ入ってますよ。うずみ入ってますよ。うずみ入ってますよ。おかえり。逆にずっと外で待っとったの。いや、電話もらってから。ほら見ろ、お前が中で待っとらよって言ったら、もう、逆に寒かったでしょ。結構離れとったでしょ。そう。ありがとうございます。いや、救助成功しましたね。視聴者の皆さん、まあこれ名古屋の大雪、もう本当に何年ぶりだな、こんな雪。そうです。ミーは結構あちこち雲に雪見るけど、ギフとかの雪でちょっと見るんですけど、はい、まあじゃあこれで今日の特別配信は終わろうと思います。はい、また見てね。